こんばんは。今日は長野県諏訪郡から動画を撮影しています。日中なんですけれども、愛知県と岐阜県で仕事を終わらせて、その後どっかお風呂入りたいなと思って、今長野県諏訪郡まで走ってきたところです。そんな今日の日中の道中の様子がこちら。花城温泉という場所に向かおうとしてたんですけれども、引き返してるとこです。なんで花城温泉に行かないで引き返したのかと言いますと、一応トラックはスタッドレス履いてて雪道とかも走れるんですけど、ちょっと冷え込んでて地面の湿り具合もちょっと怖いかなと思うので、これ以上先はやめとこうと思います。この先行ってお風呂入って、それで帰ってきて、まあ、夜暗くなっちゃったらちょっと不安かなと思うので引き返そうと思います。ということがあったのでやめておきました。周りが雪が残ってて、で地面も雨の後じゃないと思うんですけどね、全体的に湿ってて、まあ、林の道を進んでいく。でお風呂入ったとして、帰りは多分暗くなってきて夜になっちゃうのを考えたら、まあ、おそらく大丈夫だと思うんですけど、まあ、ちょっと凍結の心配あるかなと思ったんですよ。心配するぐらいだったら行かない方がいいかなと思って、今回はやめておきました。またの機会で花城温泉には行ってみたいなと思います。まあ、先を進みましょう。はい、県道66号線から、国道19号線ですね。曲がっちゃおう。ここからは国道19号と、国道20号線を経由して山梨方面に行きます。電光掲示板の気温が0度。北上していってるからもっと寒くなっちゃうんでしょうかね。標高843メートル、結構高い位置にいるんだな。塩尻の峠を今走ってるんですけど、マイナス2度だった。寒いな。でも窓開けたらそんなに体感寒くもないけどね。いやー、すごい景色だな。諏訪の街並みを一望できる綺麗な景色です。元まで行ったら右かな。これから日帰りの温泉に行ってきたいと思います。20号線の国道をそれて、間もなく到着というところですね。今日は岐阜県から19号線を使って塩尻方面走ってきて、今もう結構いい時間になっちゃいました。営業時間が9時までなんですけど、今8時20分です。あんまり長居はできませんけどね。まあでもせっかく遠出までしてここまで来たんで、いいお風呂でも入っていきたいと思います。もう間もなく到着ですね。
真っ暗だけどやってるかな。おお、あれかな、明かり見えました。おお、来れましたね。ただ駐車場がどうかな。いやー寒いけどおいで温まろう。どこれたなぁ、お風呂お風呂、いや嬉しいなぁ。ニュートロ水神の湯、 お邪魔します。お湯行ってきます。はい、ということでユートロン水神の湯さんにお邪魔してきました。まあ、閉店30分前ぐらいにお邪魔したんですけれども、快く入場 OK いただいて、でお風呂に浸かってきました。で Google の情報で9時までと書いてあったんですけど、9時半までですね。おそらく9時ぐらいに、お店に行ったとしたら、もしかしたら入れないかもしれなかったんですが、自分は8時半頃に、寄れたので大丈夫だったので入場できました。で温泉なんですけれども、熱い温泉はありません。ここはちょうどいいお湯加減の湯船が何箇所かあって、あとぬるいお湯と、あと打ち水が楽しめる温泉になってましたね。すごく熱いお湯を求める人はここのお店にはないので、期待には、添えられないかもしれませんね。まあ、とにかく閉店前ということでお客さんも、まあ、全然いなかった状態で、湯船に浸かって楽しめた、そんなユートロン水神の湯さんにお邪魔してきました。ありがとうございました。ということで翌日は山梨県で仕事が控えているので、これから寝床に向かって走っていきたいと思います。今日の動画はこれで以上になります。ご視聴ありがとうございました。またねー。